安物双眼鏡好きのサラマニでございます。今回の双眼鏡のこと取り上げる機種は健康のクラッシーエアー 8x21DHMC です。比較的最近に発売された発売がね2019年11月15日ということで、だから2年ぐらい前、今から2年くらい前ですね。3年は経ってないんでね、に発売された機種です。で、双眼鏡のね、世界だとね、1年2年はなんかまだ新製品な感じがしませんね。まあね、物によってはすぐね、ディスコになっちゃうやつもありますけど、ね、十何年売り続けるような機種もあるぐらいなので、そんな中ではね、まだ新しい感じの機種だなっていう感じがしますよね。うん、で、だから、ウルトラビューの H6x21DHFMC でしたっけあれなんかより確か1年後ぐらいに出たやつですよね。うん、で、こちらはね、フルマルチではなくて、レンズコーティングはマルチコート。ね、フルマルチではありませんよと。その代わり、二軸打破でコンパクト。で、これも結構短いんですよね。なんか高さがね。うん。で、防水じゃないけれども、一応レインプルーフ。ね。雨濡れぐらいなら OK だよということのようですね。よいしょと。で、ね、レンズキャップがなかったな。これは確かね、ジャンクかなんかで買いました。某ジャンクか B 級品でね、買いました。で、レンズキャップが付いてなかったので、キャップは自作ですね。よいしょ。よいしょ。ちょっとハマりがきつかったな。よいしょ。ね、ここがね、こう。ここがこうへこん出っ張ってるところをね、こうへこませてこうね、現物合わせで作ってあるのがポイントなんですね、これね。自作です。あ、そうそうね、言い忘れました。そのうちまた動画にすると思うんですけど、あのね、このね、自作レンズキャップなんですが、このね、ホットボンドのね、ボンドがね、どうもね、一部ラバー外装っていうか、うん、プラスチックっぽいやつなのかな、あの柔らかい樹脂的なものねに反応するやつがあるみたい。うん、なのでこの内側にね、ついちゃうやつは削り落とした方がいいなと思いました。うちのいくつかの双眼鏡を見るとね、ここが当たってる部分がね、軽くちょっとね、変色っていうかね、なんか変質してるような感じが見えるんですよ。うん。なので、それはね、もし、ないと思うんですけど、私と同じような形で、ね、レンズキャップを自作している方いらっしゃいましたら、内側にね、このホットボンドがはみ出さないように、で、はみ出したホットボンドは削り落としちゃうような形にした方がいいと思います。このボディはね、完全な硬質な樹脂なので、関係ないんですけどね。ラバー外装っぽい素材の双眼鏡の場合はね、反応しちゃう場合があるっぽいです。ということでお気をつけください。はい、で、こっちに戻ります。名前がね、なんでしょうね。クラッシーエアーってどういう意味なんでしょうね。ちょっとよくわかんないですけど、特徴的には、コンサートに最適な超コンパクト打破式双眼鏡。ね。で、レインプルーフ設計。で、目幅がね、33から 72.7 ミリと、ね、目幅の調整範囲が広いですよ、というのが特徴のようです。スペック的には8倍21ミリ。レンズコーティングマルチコート。実視界が 7.0 度。ということでね、視界の方は割と広めなんですが、その分ね、アイレリーフが 11.1 ミリ。ということで、アイレリーフが短いです。ありがちですよね。ね、ということで、瞳径が 2.6 で、最短合焦距離が3メートル。で、目幅調整範囲は、眼幅調整範囲の方がいいか。
反復調整範囲は33から 72.7 ミリ、ね、二軸打破なのでよいしょ、ね、とてもコンパクトにまとまりますよということですね。はい、でね、よいしょ、ここがね、高さが、その今日の場合、こうやって立ててる見るのが、あれなんていうかな、標準的なんですかね。これを長さではなく高さと言いますよね、大概ね。幅、こう深さ、D、H がここなんですよね。うん、で、ここが、だから、高さが、84.4 ミリ。だから、85ミリぐらいということで、うん。二軸打破の中でも結構割とコンパクトな方かなという気がしますね。今ちょっ とね、出てる機種ではないんだよな。ね、ちょっと待ってください。よいしょ。今手に届く範囲にあったもので引っ張ってきますけど。これならいいか。ウルトラビューの HC8x21 ですね。これは前やった機種ですけど、これと比べてもね、わかりますかね、若干短いんですよ、これが。でもそこまでコンパクトでもないかな、うん、あのね、手に取るとね、もっとちっちゃく感じるんですよね、なぜかわかんないんですけど、こうやって比べるとそこまでコンパクトでもないかな。確かにちっちゃいんですけど、数ミリ短いんですよね、ここね。うん、でもそこまでコンパクトでもないかな。へえ、なんか手に取るとね、すごいちっちゃく感じるんですけどね、不思議なものですね。うん、こうやって比べてみると大差ないんだよな。よいしょっと、こんぐらい違うんですけどね、するかな、こんぐらい違います、高さはね、はい、ということでこれはお役ごめんということで、あ、比較に出しといてもいいですかね、うん、よいしょ、とりあえず画面外に出しまして、はい、で生産は中国さっきの続きですね、はい、というふうになっています。とね、ストラップホールフックが、左右についてるのがちょっとポイントですよね。いい感じですね。これ個人的には好きです。だからね、両方ついていればね、片側でこうやって吊るすのもよし、ね、両側で吊るすのもよしですから。はい、ね、うちはあのハーネスとかを使う関係でこれリングつけちゃってますけどね。普通の人はこんなもんつけないでしょうから、ここに紐を通すような感じのストラップを使うんだと思いますけどね、はい、でね、ピントリングはよいしょ、ピントリングはこれ樹脂製でね、割と固め、固めじゃない、うん、動かす時がね、なんかね、若干スムーズさに欠けます、なんか突っ張る感じがするんですよね。ただしこれはね、某 B 級品かなんかを買ったので、ね、新品、ちゃんとした新品だともっとね、違う感触かもしれないですけどね、なんとも言えない、うん、ピントリングの動かし具合は HC の方が滑らかに動きますね。これね、よいしょ、こういう感じでね、やったっけな、うん、こうやんだよな、こうしてね、ちょっと畳気味にしてこう引っ張るとね、外れるんですわ、これがね、なんかこんな感じになってるんですよ、ね、よいしょ、こんな感じで動くようになってます。で、こうね、手が入る範囲で、この辺ね、軽くグリスなんかも塗ったりしたんですが、
どうもその奥側の方でね、なんか引っかかっていうか抵抗がある部分があるみたいで、あんまりねスムーズにはなってくれなかったですね。こんな感じになっています、ね、これはねただ単にねこれはめ込みになってるだけみたいですね、パーツがね。ものによってはこれネジ止めされてるような場合もあるんですけどね、うん、まあ良い子は真似しないでくださいあのはめ損なってパーツをね破損させてしまう可能性もありますので、で覗いた印象なんですが、うん、結構いいんじゃないでしょうか、ね、お値段これよいしょっと、これはあれテレビショッピングのやつだから違うんですけどね、うん、あの FMC のアリーナ H よりは1000円ぐらいかな、安い値段で売られているんじゃなかったでしたっけ、ということで、うん、あの要はあの日本のメーカーが売っている5000円クラスの見え方としては、うん、悪くないなと思いました、ね、あコーティング見てなかったでしたっけ、まだね、よいしょ、じゃコーティング見ましょう。こんな感じですね、意外とマルチコートですよね。肉眼で見るとね、割といい感じの緑に見えるんですよね、これね。カメラでどう映ってるかちょっと分かんないんですが。に、こんな感じです。室外機も。肉眼で見ると緑の面多いですね、うん、あからさまなノンコート面っていうのはあんまないのかな。ちょっとゴミついてますねということはさっきのカメラではゴミが映っちゃってるかな、もう一回撮っときましょうかね。よいしょ、退屈がなんかすごいゴミが乗ってました今今見たらね、もう一回だけやっときます。こんな感じ、ね、うん、思ったよりなんかあれですね、うん、同じマルチコートでもね、このウルトラビューの HC ねよりもなんかマルチコートっぽく見えません、これ反射も少ないような感じでね、だから意外とコーティング良さげですね。よいしょと。アイカップはこれぐらい伸びます。邪魔ですね。こういうとこに映ってるとどうもね、ピントが引っ張られるみたいなんですよ。アイカップは段なし1段。で、こんだけしか伸びません。アイリリーフ短いのでね、抵抗もなくスムッすると思いますね。指導調整はここ。よくある右接眼を回すタイプね。で、こうやって覗くと、どうでしょう。ぴったりつけるとちょっとだけす。どうかな。まあこんなもんですかね。微妙にね、ちょっとだけ離したい感じがしますね、裸眼で見たときにね。でもまあ悪くないでしょう。で、焦げがちっちゃいので、まぶたに触れさせるような感じで覗きますからね。ぐいぐい押し付けるような覗き方はしないので、これはこれで良いと思います。メガネでの覗き心地は、うん、期待できないと思いますが、一応見てみますね。よいしょっと。ああ、開けられますね。うん、これは厳しいかな。メガネでの使用は、うん、あんまり覗き心地良くないと思います。避けた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあね、8倍でね、
実視界7度でアイレリフ 11.1mm となればね、当然切られますよね。ということで裸眼の人用ですね。それ以外は、まあまあよくできてんじゃないでしょうか。最近の5000円クラスのダハはね、私覗いてみるとね、まあまあ楽しいなって思えるレベルなんですよ、体内ね。光学系マニアの人にはね、全然話にならないと多分思うんですけど。でね、個人的にはね、この辺の造形が好きです。ここのね、映ってるかわかりませんけど、ここのね、こうとね、こうね、エッジが取れてる部分がね、ここのパーツのね、好きなんですよね。ここね、よいしょ。外装のね、貼り合わせの部分なんかはちょっと粗い感じがしますね、ここね。この辺はアリーナの H シリーズの方が綺麗だなと思いますね。アリーナ H シリーズの方が全般的にこう、立て付けが良い感じがしますね。ブカブカしてるところはないので、合成面で不安ということはないんですが。あとは、経年劣化ですよね。この白いやつはね、黄ばんでくるんですよね、樹脂がね。それがちょっとどうかなって気はしますけどね。他の色を買った方が長く使った時はいいかなという気もしますけどね。どうなんでしょうか。はい。ね。あ、これ見てないか。アイカップの段差を今見てなかったですよね。うわ、なんか、この双眼鏡で16分もかけて喋ってる私。ということで、段差はね、それなりにありますよね。もしこれが、だからアイレリフ 15mm あれば、こんぐらいの段差なら、多分ね、メガネでも OK な、だと思うんですが。アイレリフ短いと、これだとちょっとダメですよね。結構レンズ手前まで来てるといえば来てるんだけどね。はい、ダメですね、はい。ということで、裸眼ユーザー向け、コンパクト、軽量な双眼鏡が欲しいという方には、で、予算5000円ぐらいの方には選択肢の一つとして入れてもいいかなっていう気はしますね。はい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ごきげんよう。